キュメネゴルドニュースロット圏、キュメネゴルド及びニュースロット圏は、かつて存在したスウェーデン統治下のフィンランドの圏。1721年から1747年まで存在した。フィンランド語では、サボンディンナ・キュメンカルタの州、サボンディンナ及びキュメンカルタの州と呼ばれる。大北方戦争後の1721年に、ニスタット条約によって、 ビボリニュースロット県南部とケックスホルム県はロシア帝国に割上された。割上後、スウェーデン領として残された領土を権益として、キュメネゴルドニュースロット県が設立された。ハット島戦争が1743年に終結し、応募条約によって、県庁所在地のビルマンストランドを含む県の南部がロシア帝国に割上される。この割上によって、県庁所在地が失われた。 キュメネゴルドニュースロット県はサボラックスキュメネゴルド県に再編された。この再編についてニューランドタバステフス県から一部がサボラックスキュメネゴルド県に移管されている。ありがとうございます。